現在、サウサンプトンにレンタル中の MF、南野拓は、来季こそ、リバプールで、本格的に力を発揮、ることが期待できるかもしれない地元市、リ、プールエコは16日付で、来季の南野に期待、切る可能性があると考えられる理由を論じ、いる今シーズンの南野拓海はダゾーンで、いつでもど、でも簡単主聴。1ヶ月無料をお試し実施中。 冬の渡る市場でサウサンプトンにレンタルされた南だが来期の去就は現時点で未確定。サウサンプトンへの完全移籍に向けた具体的な交渉はだ行われていないようでありリバプールに返したとしても厳しいポジション争いがよされる。エコー紙は南野が昨年1月にリバプールに加入して以来 様々な理由により本来の力をふんに発揮できる状況にはなかったと繰り返している。加入から約2ヶ月後には、新型コロナウルスの影響によるリーグ中断及びロック、ウン、都市封鎖に入り、新たな環境やチーム目、トラに適応するのは容易ではなかった。今季、迎えるにあたっても、やはり、新型コロナの影により、プレシーズンキャンプの実施には根が伴った。 さらに、フィルジルファンダイをはじめとして、センターバック陣に負傷に、る、長期離脱が相次いだことも南野にとって不運だったとされている。ポジション的には、野の起用法に直接関連することはないよう、も見えるが、実際には、CB 陣の離脱によりチーム、体のフィジカル強度が低下。セットプレーの備えなどの局面で強さや高さのある選手を一、数確保するためにも、 比較的軽量級の南野を用にくくなったことは、ゆるげん黒、監督も認めていた。来期になれば負傷者はまた、し、その問題も解消される見通し。また黒、監督が4、2、3、1などへのシステム変更を進め、のであれば、南野に適した、10番の位置での起用、可能とも予想されている。地元市は、 リバプに求められるクオリティの水準を考えれ、レギュラー定着は依然として疑問だとしな。らも、少なくとも、真の力を見せられるだけのエアな環境は与えられると来期の南の2、って見通しを示している。り <music>